激闘の最中、火曜様は地球のシェンロンを使い、悟空とフリーザ以外のものを地球へ避難させる。そして取り残された悟空とフリーザは全宇宙の運命を決する最終決戦に挑む。任せたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がねえんだ。早いとこ片付けようぜ。こうして宇宙を恐怖に陥れたフリーザはナメック星と共に滅び去るのだった。その後地球へ戻ったゴハンたちはドラゴンボールで仲間たちを蘇らせた時、悟空がまだこの宇宙のどこかで生き地球へ向かっていることを知らされる。果たして悟空は無事に地球へ戻ってくることができるのか。